知られざる海の魅力を発見。小魚くんに任命いたします。おなじみ魚博士のさかなくんが任命したのは小魚くん。ご期待しております。実はこれ小魚くんコンクール、新型コロナウイルスの影響で海に行きたくても行けない子どもたち、海を身近に感じてもらうために自分で調べた海の環境や魚のことを発表して、その中から優秀な作品を競うというものです。この表彰式が日本財団ビルで行われました。インターネットを通じて日本中の子どもたちが参加しましたよ。作品名はカゴンマの魚見つけたです。おめでとうございます。コンテストで優勝したのはこちらの大吾くん。キビナゴを自分でお刺身にした時の感想を写真やイラストをつけて表現したキビナゴ愛にあふれる作品でした。鹿児島で、はい、いろんな美味しい魚がいるんですが、その中でも古くから食べられているキビナゴにしてみました。このキビナゴちゃん、こんな10センチぐらいのちっちゃなちっちゃな可愛いお魚なんですけど、そのちっちゃなお魚をとっても丁寧に扱っていらっしゃるということがすっごく伝わってきて、もう嬉しくなりました。どんな状況の中でもその中でできることをしっかり考えてやってみて、そして表現していくということはとっても大切なことなんだなということを改めて思いました。今回は本当にそのことを強く、思わせていただきまして、とても嬉しく思います。海はいつもみんなのそばに。海と日本。